はい、皆さんこんばんは。東京ハンバーグの大西ひろきです。シャボン玉のかけらを眺めての2回目の動画ですね。現在は京浜共同劇団さんの稽古場スタジオをお借りして、セットをねちょっと立て込んで稽古をしております。で、今日は初通しでした。もうこの初めて通すっていうこのタイミングはとっても大事な通過点で、どういう通過の仕方をするかで、その最後が変わってくるのかなっていう感じで、すごく慎重にいつもなるんですけど、印象としては誠実にね、作品とあと共演者と向き合って、なんかその瞬間を生きてたなっていう感じがして、とっても良かったと思います。もちろんね、課題とかいっぱいあるんですけど、課題がなくなることの方が怖いので、僕はそう思ってます。最後まで最後までそういう形で進めていきたいと思います。2月の17日にはもう福岡の博多で初日を迎えるわけなんです。福岡で初日を迎えられるなんて、僕はあとこの先何年演劇を続けられるのか分かりませんけど、福岡で初日を迎えるっていうことは今後あるのかなと思うと、そんな簡単ではないので、大事な公演にしていきたいなというふうに思います。じゃあいつものやついきますよ。いいですか、キックオフ。はい、それではみんな大好きキャスト紹介。加藤拓司です。はい、そんだけ。よろしくお願いします。平助役をやらせていただきます、鈴木のみとです。よろしくお願いします。お願いします。東京ハンバーグの山本平助です。よろしくお願いします。はい、主人公のお母さんが主人公なんですね、の長女の組子役の木下優子です。よろしくお願いします。スタジオにもうとっくに入ってまして、今日初動詞だったんですよ。その感想とか、このスタジオの雰囲気とかをちょっと伺っていきたいと思います。まずどうですか、田口さん、このスペース経費。いや、すごく広くて、いや、いい劇場にもなるんですもんね。そうですね、ここで上映してます。はい、すごいですよ。100人ぐらい。ああ、やっぱそうでしょうね。そうそう、ちょっと早めに稽古でアップしに行った時に、京浜共同劇団さんにその搬入するっていうのをお手伝いしたらですね、お弁当いただきました。あら、はい、すごい嬉しかったんですけど、でも実は地味にトゲが刺さってて、まあ嬉しかったんですけどね。なんか突っ込まれてきて、もうちょっと拾えるやつだなかなか拾えない。そういう、こういう感じですね。僕たちはね、もうハンバーグで借りたのは前回が初めてで、前回もね、おぼろなところでおもむろにっていうタイトルの作品をやった時に、この後ろの壁をこうビーって倒れてくるね、仕掛けをしてたんですけど、それをね、ここでちゃんとやって、劇場までこういう形でね、やってきた。いいね。ここに入ってからね、立って、2週間経って、今日何しました？今日、僕は投資をしました。僕はって？みんなで投資をしました。はい、なんかこう気持ちが、みんなの気持ちが見えたいい投資だったんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、やはりこう抜いて、シーンごと抜いてやるよりも、頭が途中で止めないで頭から最後までやることによって、それぞれのシーンのうねりといいますかね、これからあと何回やるか分かりませんけども、そうですね、楽しみだなと僕は思いました。僕は良かったなと思ったのは、いっぱいいろんな課題が発見できて、うん、どうさんいかがでしたか。そうですね、自分の演技って自分で見れないって、流れの中で、あ、こういうのが今問題かもって思ったことは多分自分にも問題があるんだろうなっていうところが分かるので、そういう意味ではすごくいい手がかりがもらえたなっていう気もしましたし、まあ、みんなすごく大事に大事にキャラクターを作ってるんだなっていうのはすごくよく分かったので、頑張ろうぜって思いました。田口さん、どうですか。いや、よかった。こんなに素敵な作品なんだって改めて思ったし、あ、そうですね、いや、そんなつもりじゃないですけど、でも本当に今良かったなって思ったし、途中でやっぱりギリギリまで我慢して、でもどうにもならなくて、やっぱお手洗い行かせてくださいって言ったところとか、なんか、そうね、ギリギリまで我慢したんだなって思うと、大西さんね、投資なのにね、途中で大西さんが自分で切って、自分のトイレのために中断したっていうハプニングがあったんですよ、今日。本当はあそこ止めたくなかった。すいません。いや、はい、まあでもそれでも集中力をそうかけずに、ね、そうです。皆さん最後に。これ後で怒られるかな。いいよ、大丈夫。
なんか YouTube から怒られるようなワードは出してないの。ああ、そっかそっか。あんまりおもむろに手を振るとちょっと切るとこが大変になっちゃう。ダメだよ。使って。じゃあね、まあそういう形で、まあ、ハンバーグがね、3人とも初なんですよね、東京ハンバーグ。ライブで、その僕の作品には出てくださってたりするんですけど、思ってた以上に本当に素敵な皆さんとご一緒できて嬉しいなと思って、学びの前です。どうですか、ハンバーグ。そうですね、僕はもう本当にもうただただ一方的に東京ハンバーグのお芝居を見させていただいて、もう前回の作品とかもう大泣きしてたんで。そうなんです。はみ出した。そうです。関わることができてもうただただ嬉しいなっていう。まあ、ケースもね、もう メンバーだからね。そうですね、僕も呼ばれる。頑張ります。そんなボケをできるようになったの。普段ボケないですよ、全然。そうだね、はい、すごいすごい。ボケないとか喋らないから。ボケないから。ボンコさん、いかがですか。あの、一回ね、飯田くんのお芝居にちゃんと一緒に出させていただいて、はい、それも大西さんの作品だったので、でまあ、こうやって改めて大西さんの作品の出て、ね、ここの座組でこう生活しているだけでも私はとてもありがたいし嬉しいし、あの勉強になることが本当に多いですね。ボッコさんの瞬間瞬間を僕は見逃さないでいようと思って、何か盗んでやりたいんですよね。僕も俳優はやめてないので、ボッコさんが何か盗んでやろうってすげえ見てるんですけど。あ、そうですか、わかりました。まずはおでこを広げるところ、ピカピカに磨いていただくところ。はい。最後、なんか一言、視聴者の皆さん。あんまりなんか僕、自分が参加してても、なんか批判的というか、天の弱というか、ただ本当にこの作品は見てみてください。とても素敵な作品になっております。わ、これはね、嘘じゃないですね。はい。今回、最年少ということで、もう本当にとてもとても頑張りたいと思います。作品もすごく素敵な作品なので、ぜひ見に来てください。お願いします。ただただご来場いただくのをお待ちしております。よろしくお願いします。これは家族の物語です。私からすればお母さんでも、鈴木くんのキャストにしてみればおばあちゃんで、おばあちゃんがあの主人公というこう3世代つながってる家族の物語で、あの家族っていろんな問題を内包しながら生活しているものだと思うんですけど、それがよくよく出てくる、まあ、自分の現実に即して見れるような作品になっていると思いますので、例えば家族の中に何か言いたいけど言えないことがあるとか、どうやって言っていいのか分かんないなって思っているものがある方はぜひ見に来ていただいて、できれば一緒に見に来ていただいて感想を伝え合うと、なんか素敵なものになるんじゃないかなって思ってますので、ぜひお役立てにあの来ていただければと思います。よろしくお願いします。ピー、試合終了。